病院のロビーです。もしもし。もしもし。え、どうしたんですか。わかりません。なんでここにいらっしゃるんですか。わかりません。なんか気になって。何が気になったんですか。僕のこと何も知らないじゃないですか。身長は184センチ。大型で不愛想。どこか寂しげで希望をなくした人。違いますか。183です。え、身長惜しい。まあ不愛想なのは間違いないですけど。あ、小沢さん今笑いました。小沢さんも笑うんだ。いや、笑ってないです。笑ってたし。笑ったことないです。嘘つき。僕は人付き合いが苦手なんです。ですから。気にしないでください。それが私の特技だから。北条氏の領国経営には直轄領の甲高制を基礎とした主役収集体系統一、つまり財政基盤の確立が重要な要素でありまして、これは講義としての先生、私日本史の勉強教えて。はい。なんで僕が。なんでって、私はいわゆる先生の命の恩人でしょ。で、それでそれでそれで終始ドン引いてる先生に無理やり頼み込んで、個人事業の約束を取り付けて。じゃあ来週の月曜日にここに来てください。分かった。どうせならご飯でも一緒に食べながら先生がどんな人で何が好きで嫌いなのかとかもっと聞き出してやろうと思ったんだけど。はい。ちょっときつめの小悪魔系でしょ。そうそう、そんな感じ。フレグランスもきつめ。ヒールは絶対10センチ以上。なんでわかんの。大体そういう時に出てくる女ってのは相場が決まってんのよ。うん、漫画でもそうだもん。お客さん。ああ、知り合いだよ。私、帰る。ちょっと、君。君、彼女は。は？彼女？関係ないし。なんで私は先生にあんなことを言ってしまったのでしょう。いや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 、小沢さん。マジボケ？え？そんなの恋しちゃったからに決まってんじゃん。恋？恋だよ。恋。またまた。これを恋と呼ばずして。なんと呼ぼうか。まさか。リオちゃん嫉妬しちゃったんだね。かわいい。まあでもよかったよ。リオも人の子で。なんだそれ。
はい、どうぞ。失礼します。ああ、君か。本当に高校生だったんだ。よく言われる。先生、今日からよろしくお願いします。これが俗に言う桶狭間の戦いね。いやー、この桶狭間がね、またすごいんだ。通説では歴史上最も華々しい逆転劇って言われていて、大雨と強風を隠れ蓑にして休憩中の今川軍に奇襲攻撃を仕掛けた織田軍は見事義元の首級を挙げたんだけど先生って本当歴史好きなんだね。あ、悪い。次。ううん、先生の授業すっごい分かりやすいし、すっごい引き込まれるよ。そうかな。今日はこのくらいしとこうか。また今度ゆっくりお母様語ってあげるよ。うん。先生、この間はごめんなさい。え？あの、私あの時どうかしてて、とっても失礼なことを自分から押しかけたくせに、あんな態度取るなんて。あのね、私先生のその彼女さんにも謝りたいんだけど。ああ、いや、いいよ。それに香織は、あの時いた女性は僕のいとこなんだ。え、いとこ？そう。残念ながら君が考えてるような関係じゃないよ。そうなんだ。君、なんでついてくるの？そこに山があるから。答えになってないよ。あのさ、君がやってることって軽くストーカーだよ。こんな可愛いストーカーいますか今。人付き合いとか大変だね。まあそうだね。寂しくない？今まで一人で寂しいなんて思ったことないよ。じゃあ私が一緒にいてあげようか。え？ああ、こら。私が先生の彼女になるよ。ダメだよ。どうして？出してそんな意味よくないかな。いや、君は若くて明るくて綺麗で十分魅力的だと思うよ。じゃあどうして？どうして？まだ未成年だし。そういうの気になる？そりゃ気になるでしょ。私はもう大人だよ。子供じゃないし。え？は、今エッチなこと考えたでしょ。考えてないよ。じゃあ。今度は一緒にハンバーガー食べたいな。おいおい、飲め。
だからさ。じゃあ今度の日本史の試験で100点取ったらご褒美にデートっていうのは？そしたら先生に教わったところめちゃくちゃ頑張っちゃう。だからなんでご褒美はデートになるんだよ。大体なんで僕が。もう先生も教育者の端くれでしょ。先生は純真な学生のまっすぐな夢を潰すのかい。それでも教育者かい。分かったよ分かった。やったやったやった。はい、じゃあ気をつけて。先生も。はいはい。先生。うん。待ってるから言ってね。何を。先生が私の年を気にしなくなるの。まあその間は遊びなら他の女と会っても許してあげるよ。